皆さんこんにちは、隊長です。ということでブッフォン監督キャリアモード続きやっていこうと思います。まあ、ブッフォン監督ベティス就任してまあいい調子なのが、まあ、普通の調子ですね。でやってきてるんですけれども、現実のブッフォンはちょっとどうなんですかね。パリ・サンジェルマンはね、ブッフォンの退団を発表しましたけれども、その後のブッフォンの進路っていうのかまだ決まってないらしいですけども、なんか噂ではね、あのポルト移籍。でもポルトってカシージャスいるよね。どうなるんだろうね。まあ一緒にプレイすることになったら面白そうなんですけれどもね。一応このシリーズでもね、あのベローナ時代ではブッフォンが監督で、選手としてカシージャスが入団したっていうのを実現してるので、ちょっと現実でも一緒にプレイすることになったらちょっと面白そうですね。さあ、ということで今回はですね、リーグ戦のビジャレアルとレバンテやっていこうと思います。ちょっとねテンポ上げていきたいと思います。最近ちょっと進みが悪くなってるからな。選手が負傷、センターバックのフェダルが足指の骨折で2ヶ月離脱ということで、あのうちのチームはセンターバックがね本当に層が薄いので、ちょっとセンターバックの選手たちが怪我でもされちゃうとちょっと困るんですよね。しかもスタメンのフェダルが怪我ってのはちょっと痛いな。でなるとママドゥサコかシジネイもしくはダンチっていう感じですね。ただ今まではちょっとあの主力のメンバー使ってきてるんですけれども、ちょっと主力のメンバーたちずっと使うっていうのもちょっと大変なので、今回の動画はね普段使ってない選手たち使おうかな。このリザーブにいる選手たちですね、使ってない選手いっぱいいます。はい、気になる選手いっぱいいるしね、本当はね放出したかったんですけれども、そんなにオファーもなかったので、まあ、ちょっと顔写真ない選手たちいますけども、この中でちょっとね、まあ、こういった選手とか全然使ってないので、輝く選手がいれば今度スタメンとして使っていきたいなと思ってます。あとあのセンターフォワードが多いんだよね、チーム。ポールセン、この選手は使ってないな。これなんだろう、レニエロっていうのかな。あとこのカストロ・ガルシアとかトゥーレ、ルイバル、セルヒオ・レオン、フルキュルク、アレグリアで、マレガとガルシアっていうね、フォワードがめちゃくちゃ多いので、まあ前回の動画でマレガはもうスタメンにはほぼ確定かな。で、2トップで今後やっていこうと思うので、もう一人相棒を決めておきたいなと思います。ということで現在ベティスは9位です。真ん中ですね。こっからなんとか勝ってですね、上位に加わりたいんですけれども、まあ、上位の4チーム、レアルマドリー、バルサ、ソシエダ、ビルバオは、あ、ソシエダはいっぱいしてますね。ビルバオ、バルセロナ、レアルマドリードはまだ負けてはいないので、今回対戦するビジャレアルとレバンテ、下の順位16、17位なんで、これは負けられない。あ、しかもあれじゃん、エルクラシコじゃないですか。この試合、バルサ対レアル、どっち勝つんだろう。ホームがバルサか。バルサっぽいな。ちょっとレアルのメンツ見た感じね、結構やばいんすよ。もうレアル放出してるので、センターバックのセルヒオ・ラモスとか、ナチョ・フェルナンデス、バランとかね、モドリッチ。トニークロスもいたかな、わからんけど、もうそういった主力のメンバーたち今のレアルにはいないので、多分普通にバルサが勝つと思うな。ということでちょっとメンバー決めていきたいと思います。前回の動画のコメントで、ちょっと隊長さんには中盤に1人他の選手と格の違いを見せつけるパスを出せるパサーがいるといいですねっていう、まあユーベに行ったらジョルジーニョとか、まあユーベに行ったらジョルジーニョ獲得したいな。そう、確かにパサーっていう選手がねいないんだよね。カナレスぐらいなんだよね。でもちょっとカナレスをずっと使うっていうのもちょっとね、カナレス自身はもうスタミナそんなにもないので、負傷癖もついてるし、毎試合出すっていうのは厳しいので、ちょっとなんかトップ下の選手欲しいかな。もしくはこの手で育てるか。トップ下の選手たち誰かいるかな。このハギって選手が76なんだよね。顔写真ないんですけども、このハギって選手使おうか。ハギでちょっとマレガは使って、ガルシアの代わりにカストロ・ガルシアっていう選手使おうか。ガルシア、ガルシア、カストロ・ガルシア20歳で72、コントロール86、ドリブル83、スピードがめっちゃすげえ。おお、2トップ速い選手はいいね。で左サイドのフィルポはこのイバンって選手、もしくはバルカルセ・ビダル、スペインか。顔日本人っぽいんだけどな。スキルムーブ欲しいよ。
おお、いい、良さそう良さそう。バルカルセビダルをフィルポと変えよう。利き足は右なんで使えます。でレドモンド下げてロベルトかな。ロベルトはまあ使っていきたいね普通に。であと中盤ですね、カルバーリョとカマラサなんですけど、カルバーリョの代わりに僕はもうカプトゥムを進めていきたい。カプトゥム育てていきたいな。なんか気になる選手いるな。この選手なんだろう、ブラッドフォー、ブラッドフォー、ブラッドホフ、19歳デンマーク、めっちゃいろんなポジションできる。19歳だから、ピン性バランスショートパス、まあまだそんなに特徴はないけども育てるっていう点ではいいかも。やっぱなんか今シーズンはちょっと1年しかやらないんで若手は使わないでおこうかなと思ったけど、やっぱり主力の選手たちにも休みは必要ですからね。で中盤カマラサと変えてブラシャナツで、後ろはダンチ、バルトラはこの試合にも出さずママドゥサコで入れようかな。シジネイ、ダンチ、サコで、キーパーロペスじゃなくてロブレス。はい、ということでこのメンツでいこうかなと思います。知らない選手何人かいますけども、バルカルセビダル左サイドで置いてます。21歳、加速、ドリブル、まあ、仕掛けに行ける選手。トップ下ハギ、この選手が一番ちょっと注目してるかな、このルーマニアの選手。カナレスの代わりになるね、ダッシュ速度あるしコントロール、ショートパスもあるから。で2トップ左のカストロ・ガルシア、20歳、スピードスター、もうパスだな、この2人にはもう裏抜けパス出しちゃなんとかなりそうということでやっていきたいと思います。ビジャレアル戦、ベティスのホーム、緑と白、緑と白って組み合わせはいいよね。緑と黒っていうのもありだし、緑と黒ってなると殺走路になっちゃうかさあマレが前回2ゴール上げてますからね、もうベティスの絶対的フォワード選手、ベティスのもうルカク、まあ、タイプが似てるからな、ルカクと。レアルベティスのフォーメーションは 4-4-2 ですね。ツートップのこの右のヨビッチ、ジョビッチっていうのかな、要注意っぽい気がする。よっしゃ、やっていこう。いやーちょっと最近 FIFA ねいきなり言うのもあれなんですが、もうなんかもう1週間に1回かそんぐらいのねプレイ頻度になってきちゃってるんですよね。前までは本当もう毎日1回は行ってたんですけどね。いやーちょっと取り戻したいな感覚を。本当こういうゲームはね毎日やってたのに急にやらなくなるともう感覚忘れちゃうんでね。よし来た、カプテムもうこれ狙っちゃおう。 OK、 そうそうそう、もうベティスはね前回からもう学んだ、ショートパスでつなぐんじゃなくてもうスルーパスかもうミドルシュート昨シーズンまでのベティスはおそらくまあポゼッションサッカーを意識したサッカーだと思うんですが、もうブッフォン監督が就任したからにはもう大胆どんどん狙っていく。そうそうそう、巧みなパスワークはねちょっと無理ですからねいいよいいよこれ裏抜け。いやーキーパー出てるか、でも今みたいな感じだな。さあハギ、ハギ注目のトップ下、ハギからこれロベルト、ロベルトちょっと仕掛けすぎたか、ナイスカット、ここマレが、マレがスルーパスで、これマレが空いてる。いやーいや、ダンチいいぞ、ダンチ、ダンチ。まだまだ戦える。ダンチ。キープ力がない。まずいぞ、クロス来るぞ、クロス来るぞ。これクリア、サコナイス。さあ、マレがこの位置まで下がって、中央のカプテム。カストロ・ガルシア。こう普通に出して、中央空いてる。あ、オフサイドか。結構中盤でカットできてるベティスは。さあビダル、マレが、ちょっと今のパスはまずいまずい、左サイド抜かれた、ダンチ、あーっと危ない、ナイスキーパー。さあカウンター、こっからカウンター得意なのよ、こっからのカウンターが、あーまだある、残ってる、
いやもったいねえ。カストロガルシア、左ビタル、クロス、マレガ、マレガかかとで合わせに行ったよ。ああもういいとこで終わっちゃったよ。前半終了。ベティスが、まあ、終始攻めてたんですけれども、なかなか突破口が見えない。オッケー、カプデムがここでカットしたのはでかいぞ。おい左、にゃー、ハギハギ、マジお前期待してんだよ本当は。縦空いてる、はいこれいけるだろ。はっ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 、ちょっとあーパス選んでもうた。なんであそこ打たなかったんだ。なあもうああいうとこで後悔したくないんだよな。もう打って外せよもうなんで確実を求めるんだ。あやばいやばいやばい、危ない危ない危ない、まずい。おー指示ね、股間ブロック、ダンチダンチ、オーケー。選手交代といきましょうか。ちょっと選手たちがもう疲れてる。ロベルト下げて、フランシスで、この選手ベンチに入れてますけど、19歳のデンマーク、いろんなポジション選手、まあ、特に特徴はないですけど、ブラッドフ、ブラシャナスと交代で、イブイ、ちょビダルと交代、よし3人一気に交代します。このセットプレーで失点したくない。ここ決死のクリア、まずいまずい、中どんどん入ってく、うわそこでやられたか。危ないシーンといってもこれだけだよな。いやもったいねえ失点だな。交代して直後かよ。もう一回サイド使う、 OK 来た、よっしゃ決まった OK 完璧、決めたのはイビー。このグラウンダーパスナイスだった。イビーいいねよし同点、これ綺麗に逆転したいな。逆転は大きいよ、追いついた側の方がね精神的に有利だからね。これいやそこでマレダが倒れないで、よっしゃまたイビーだ、イビーもうここはもうパスしない、はい、おおまあでもでもいやもうちょっと早く打ててもよかったな。さあハギのコーナー、ダンチー、いやーそこでファールかよ、おいおいおい、よし私はキーパーをやる前回キーパーで失点してるけど、おい危ねえ、キーパーで、ああちょっと待って、うーわー見えてなかったうふふふ、一番やっちゃいけない、やっちゃった、嘘だろ、うわ勝ち点逃した、これこの失点恥ずかしすぎんだろこれダサすぎだろ。これ先般隊長だな、ザ先般隊長だわ。ブッフォンのせいでもね、選手たちのせいでもね俺が余計なことするからこんなことになっちゃった。ポールセン監督、自分がチームから外されるのではないかと不安で仕方ありません。いやーちょっとな、ポールセンもいい選手なんですけれども、今ちょっとね前線がもう渋滞してるんで、今若手ちょっと使っていきますよ、まあ、ポールセンもねいつかは輝く時が来る、まあ、次のこの試合には出すか。ベティスちょっと
と12、3勝3敗、もう3敗しちゃったな。ベローナの時だったら。あれ、ベローナの時より調子悪いぞ。ベローナより強いベティスなのに。どうしたどうした。いや、今の負けは完全に俺のせいだけど。やばい、ちょっとこの段階で負け3回もあるっていうのはな。ちょっとベローナ今どういう調子、頑張ってほしいな、ベローナ。あー、17位か。いや、負けてんな。おい、CL。優勝クラブだぞ、ベローナ、一応。示しがつかんぞ、こんなんじゃ。はい、ということで、レバンテ戦のメンバー決めました。2トップにはポールセンとマレガでいきます。で、トップ下は前回も出たね、ハギですね。引き続き出していきます。で、左にフィルポ、右にレドモンドで、中盤にはカルバーリョとカマラーサですね。で、3バックにはエサコ、マックシモビッチにバルトラ、で、ロペスと。いうことで、まあ、ちょっとガチ面でいきます。さすがに2連敗は避けたいです。いや、マジこういうとこの練習ちゃんとやんねえだな、おい、本当に。おい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 、大丈夫かこれ、こういう練習や、うわ、おお、これ楽しいな、この練習。うわ、届いてない、届いてない、なんでだ、こう来て、うわぁ、もう失点やられまくりじゃね。さあ、レバンテ対レアルベティス、もう負けられないです、ベティスは。レバンテも3バックですね、352ですね。さあ、下位チームには勝っておきたい。今回はポールセンとマレガの2トップ。縦パス使ってきたか、ここはマムドゥサッコ、ナイス。そのキーパーに渡った時はもう本当もうパス要注意だな。カマラサ、あと中盤のパス回しも要注意。ハギ、カマラサ、カマラサミドルがいいからね。うい、カマラサ本当ロングシュートが本当素晴らしい。ハギ、ウィリアム・カラバリオ、これ合わせられんじゃない、これ。いや、惜しい。ママでサコー盛大に外す。枠にすら飛んでね。さあ、ウィリアム・カルバリオ、ここでカットして、さあ、縦のポールセン来たぞ。マレが来た、合わせられる、よっしゃい、ナイス、完璧。一番フォワードの中で点決めてるような、マレが。このポールセンのこの裏抜けもめっちゃ良かった。うわー、これよく決めたな、すごっ。これ決めるの結構難しいぞ。ナイス、マレが。いや、ありがたいよ、ほんとブッフォン監督来た瞬間にね、マレが来たの。お、これ来るんじゃない、マレが。うっ、オッケー、フィジカル持ってた、来た、マレが、ういフィジカルとスピードでぶち抜いてったわ。やば、マレがここで勝っちゃうもんな。いやー、いいね、4ゴール目、得点を狙っちゃおうぜ。あー、これ危ない、うわ、完璧なダイレクトボレー、マーク外れちゃったな。めちゃくちゃかっこいいシュートじゃん、これ止められたな。さあ、ハギからこれレドモンド、レドモンド使う、さあ、うい、同じく決めた。この試合荒れてんな、おいおいおい、序盤からもう3点目ですよ。誰だ決めたの、カマラサだ。これ合わせにいった。いや、カマラサもいいね、カマラサとマレが。イビカナレス、イビ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 、ほい、オッケー。いやー、攻めはいい感じだよな、あとはボールの精度。オッケー、試合終了、3対1と快勝です。まあ、なんとか連敗は避けましたけれども、ちょっと最初の試合な。
うわ、めっちゃ攻めているよな、ベティス。本当はこれぐらいできるんだよ。というわけで、ちょっと2試合ビジャレアル戦ね、ちょっとやらかしちゃいましたが、2試合終わりました。ヨーロッパリーグのグループステージが始まりますけれども、ここは時間外でもパーってやって、次回はリーグ戦のレアルマドリードと、間カップ戦入ってますが、バルサ、この2試合やっていこうと思います。あ、ちなみにクラシコどういう結果になった？予想では絶対もうバルサが勝ってると思うんだけど。レアルが勝ってる。意外にも。マジで？ちょっと今レアルどういうメンツ？まさかバルサも同じくちょっとなんか主力放出っていう感じになってるのかな。まずレアルマドリードなんですけれども、フォワードはマルコ・アセンシオ、イアゴ・アスパスとかベイル、デ・トマスなんかもう全然、マルコス・ジュニオールはまだいるのか。マルコス・ジュニオールやべえよな。まだマルコス・マルコス・ジュニオールじゃねえ。ちょっとごめん、勘違いした。ごめん。F ・マリノスのマルコス・ジュニオールと勘違いした。全然違うな。ビニシウス・ジュニオールですね。ビニシウス・ジュニオール、めっちゃ強えな。21で86。やっぱ違うね。やっぱレアルにビニシウスがいると。あとレバンドフスキ補強したもんな、レアル。じゃあなんかちょっと強くなってる気がする。腕ゴールも。なんか復帰してるしな。中盤はカゼミロとか。ブルーノ・フェルナンデス、コバチッチ戻ってる。あってミューラーもいるし、ハメス・ロドリゲス、なんかまあいい選手はいますよね、普通に。でディフェンダーなんだよね、問題は。セルヒオ・ラモスとかバランとかなんかもういなくなっちゃってるから。なんかもうクルザワとか、マノラスがいんのか。なるほどね。でもなんかちょっとディフェンダーの層がどうなんでしょうね。キーパーめっちゃいんなキーパーいすぎだろ、おい。クルトワとデヘア、なんで二人持ちしてんだよ。片方くれ。いらねえだろ。まあ、レアルがこういう状況に関して、バルセロナはどうなんでしょうか。フォワードの選手たちは、コーチーニョ、マルコム。マルコム？そうか、バルサだよな。87。デンベレ。うわ、メッシ。スアレス。まだ元気っすね。引退しなさそうだね。ミッドフィルダー、アンドレ・ゴメスいるわ。ブスケス、パオリーニョ、ポグバ、バルサ行ったの。サンペール、サンペール、バルサにいるよ。で、ビダル。ビダル、おいおい、これ獲得できんじゃないの、ビダル。安いぞ。ディフェンダー、オーラ・アイナ。ベイリー、ボアテング、ドーグラス、ケニー、セメド、ウムティティとか、バレンシア、僕の知ってる選手限りいっぱいいますね。キーパーは、シレッセンか。テアシューテゲンもいるわ。キーパー多いな。バルサでした。バルサの状況でした。まあ、とはいえ、メンバー見る限りはベティスより全然上なんでね。いや、でも、レアル、バルサ、両方勝てたらもう文句ない。正直。はい、というわけで今回のブッフォン監督キャリアここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。